シャンクス使ってみた。ゲロティニーの必殺技を使用し、封じ状態解除、属性相性の影響、2.25 倍、パーフェクトで3回攻撃すると、次のターン通常攻撃の属性相性が 2.5 倍と、チェーン係数、足す 1.2 になり、クリティカルの発生確率 20% 上昇。フガーの必殺技を使用し、バーサス効果を6短縮、必殺ターンを1短縮、レンスロットに変換し、6ターンの間、有利スロットになり、スロットを1ターン固定する。姿な。行くぞ。行くかよ。シャンクスのバーサス効果を使用し、状態異常無効、特定状態異常以外の状態、異常無効の効果を1ターンの間弱体化する。さらに、1ターンの間斬撃タイプの基礎攻撃力を達成する。くらえ！まずい！ドリー&ブロギーの必殺技を使用し、必殺封じ状態、7ターン回復、1ターンの間斬撃と、自由タイプの攻撃、2.5 倍、右列のスロットをレンに変換し、一味の攻撃上昇効果を、さらにプラス25上昇。おい、チビ人間！人の。行くかよ！プルルの必殺技を使用し、敵のダメージ軽減状態、6ターン減らし、1ターンの間、白色と斬撃キャラのスロットの影響を 2.25 倍。シャンクスが斬撃タイプなので、2ターンの間、敵全体の防御力を0にする。行くかよ！シャンクスのアクション必殺技を使用し、縄張りを斬撃タイプにし、対象タイプキャラの攻撃が最大 1.5 倍、2種類のダメージ量上昇状態になっているので、敵は非ダメージ上昇中なので、1ターンの間敵に与えるダメージが 2.5 倍になり、1ミにかかっている特定状態の相手に与えるダメージ量も、さらに、プラス 0.25 上昇させる。シャンクスのアクション必殺技いきます。少々、腹いすぎた。本当に俺と戦うか？被害が難しい。さすがだな、カムシャリ。もう一度シャンクスのアクション必殺技を使います。少々払いすぎた、カムシャリ。今度はエクセレントになったので、敵に与えるダメージが3倍になる。ドリー&ブロギーの超連携を発動させ、最後にシャンクスのラストタップで倒す感じでいきます。行くかよ。行くかよ。だいぶ暴れ回ってきたな。なんとか倒せました。シャンクスのラストタップも良かったですね。よかったら、こちらの動画もご覧ください。今回もご視聴ありがとうございました。